はい、昨日の値動きはどうだったですかね。ヘッド&ショルダーなり、それから高値更新なり、2つの方針が見て取れましたんで、まあちょっとやりやすくなったんではないかなと思います。結果的にはヘッド&ショルダーで大きく高値圏から下に下がるってことをね、1時間軸では見せたわけなんですけども、全体的にはこれはね、上昇に向かっていくものだと私はまだ思ってるんですよ。まあですので、その辺をね、組み合わせながら今日は解説していきたいと思います。では画面を切り替えていきますよね。まずはデイリーから見ていきます。デイリーでポイントなのはこのゾーンを引いたところですよね。このゾーンを引いて、引いたのがだからまだね、この陽線がこの辺りに来た時です。私はこのゾーンで転換するか、もしくはこれをブレイクアウトしてさらに大きく上に突き抜けるんではないかなっていうふうにお話しました。で、ちなみに上に突き抜ける場合ってこうなることが多いです。こうなってこうなってこうですね、レジサボ転換してですね。で、今回はそうではなくって、ここにぶち当たってゾーンを越えれずに下の方に下がっていきましたね。で、上髭も出してますし、他の根拠がありました。他の根拠は高値圏でのヘッド&ショルダーです。それは1時間軸でないと見れないところなんですけども、後ほど1時間軸を見て確かめていこうかと思います。全体的な流れはこんな感じになってますけども、私はこのね、デイリーはね、さらにこのように進むというふうに思ってます。今のところね、今のところですよ。105円、106円の方向に行くとは思ってます、うん。では4時間の方を見ていきましょうか。はい、4時間なんですけども、もう見えなくなっちゃいましたけども、こういうふうな形で下がってきて、それを突き抜けて上に行く、 N を作ってもう一回上に行く、さらに N を作って若干横ばいに入りましたけども、これを抜けてまたさらにね、上に行くってことを繰り返して、ここでヘッド&ショルダーを作りましたね。それが先ほどのゾーンのところと一致するわけなんですよね。まあ、ですんで、2つの理由から私はこの大きな下落を読み切っていたということです。移動平均線を見るとちょっと気になるのは、高値を更新する可能性もあったんですよね。まあ、ですんで、ここでね、次のこっちの山がどこまで行くかということを注視していたわけなんですよ。ここを超えるようなら高値更新なんで、さらに N を作ってもっともっと上にブレイクアウトするだろうな、106円に突入するだろうなと思ってました。ただ1時間で後解説しますけども、ここのヘッド&ショルダーは完成したわけなんですよね。ですんで、ゾーンもありましたしね、2つの理由から大下落ということで取れたということでございます。ちなみにですね、ここの部分とここの部分はよく出てくる形です。ちょっと隅っこに書きますね。こういうふうにチャートが移動してきて、で、横に向かってですね、レンジを右肩下がりで書いた後に同じ方向に抜けるって感じです。これよく出ますからね、よく覚えておきましょう。じゃあ1時間いきますよ。1時間のヘッド&ショルダーはまずですね、こちらが左の肩ですね。で、頭になります。で、右の肩はちょっと難しかったですよ。ここかなと思ったらこうなんですよ。ですんで、ここで2つ目の肩ってことになりますよね。で、ネックラインを越えたあたりから大ブレイクをしていくということでございます。そして現在ですね、ちょっと横ばいに近い形になったってことですよね。私はね、104円の700あたりで一旦止まるっていうふうに考えましたけども、まあおおむねそんなところじゃないですか、うん。私はね、もうちょっと早くこの辺で止まると思ったんですけどね。ですんで、まあ利益確定も私は正確なところでできたかなと思います。移動平均線が現在のところを下に広がる形で3本とも売りの方に向かってますんで、もう一息ね、下に下がるかもしれませんけども、ただ考えられるのはもう陰線の勢いはそれほどないです。ですんで、こちらの方緩やかに降りてきて、まあそうですね、
これやっぱり上昇に転ずるんじゃないかなと思ってますよね。だからこっから105円を一旦昨日は割りましたけども、やっぱりそれ以来105円割るところには行ってないわけですよ。ということで売りが整理されてきたんで、こっからは買いの方向に向かうんじゃないかなと思って見ております。ですね、ヘッド&ショルダーね、せっかく出たんですけども、ここを超えて、まあどういう形か分かりませんけどもね、上に向かっていくんじゃないかなと、106円の方向に行くんじゃないかなというふうに今日明日で見ていこうかと思います。今日明日ね、はい、ということで今日明日はなんとかね、買いのエントリーポイントを見つけていけないかなと思います。そのエントリーポイントはだいたいね、数値にして、ね、104円の650とか700、この辺じゃないかなと思いますね。ここを超えて上昇するようなら買いでエントリーして、しっかりとね、30ピップスほど狙っていけるんではないかなと思いますね。それからあのヘッド&ショルダーが出た水準っていうと105円の575なんですけども、104円の70とか80あたりから狙うとすると60、70ピップスは取れるんじゃないかなというふうに考えています。いずれにしても倍で取る方向で今日明日は考えていこうかと思ってますね。それでは一旦以上です。